やっほー、やってきましたーって、なんで乗らへんねん誰も。どの年だった。え、じゃあもう一回やっていいか。いや、乗るわ。やっほー、やってきましたー。だからどこで入ってるか教えてくれ。やっほーの後に入ってええんやから。あ、じゃあもう一回やっほー。やめて、かぶせるな、お前。やっほーの後に間違えた。ということでね、始まりました。グレートスピリッツ。これがね、新しいカズです。これはグレートティーチャー鬼塚が考案した、鬼塚栄吉考案のガチャみたいですね。あーらしいな、うん、グレートの魂を言ったら排出しそうだ、こいつが排出してくれると。あ、はい、トスモシャルマイ。これはメインだね、ウンディーネ。サラマンダがウンディーネ、ワンエレーザー、イエル。あれがしかもこいつら結構な強そうやね、なんか。ただなんか名前は普通なんやけどな、うん、でも正解の名前。サラマンダはマオキラ M で、友情コンボフレームっていうの持ってんて。え、フレーム、マオキラ L。なんかこれ結構なおもろそうなやつ多いんやって、ほんま今回。あ、なんか特徴あれ、消えのやつ。ほら見てこいつとか、これ。あ、そのガチャで変わるんや、これ。中身で重心の SS 炭素減らせって書いたもんな。ほんまサラマンダめっちゃかっこいいな。すげえ、これドラゴンやん。え、これってさ、フレーム、うん、すげえこいつ。え、ゲージで SS 短縮なんや。マジでめっちゃええやん。名前やばいな、ケトシ。あ、ほんまや、すげえこいつ。やばいやん、やばすぎやん。これ当てたらほんじゃ、うん、これおもろい、これ欲しいですね。全部欲しいな、これ精霊シリーズ。まあ、僕もね、オーブ課金したんで、もう間違いなくいけます。精霊シリーズ絶対で出ます。コンプリートさまでやろうかな。やろうかな。もうグレートスピリッツ欲しいね。これええな、結構おもろい。僕はね、今全然名前はめっちゃシンプルやから、ザコに買うんだけど、結構これ結構いるやん、リゾスライで、ほんまに。じゃあもう早速ね、いきたいと思います。10カモン確定いきます。前回行かなくてね、ちょっとまあ微妙に結果に終わったんで、頼むぞ。絶対新キャラ。ちょっと前すべき見せてくれよ、前すべき。いや、見せようかな、前すべき。前すべき、こうやってこうやってよいしょ。もう見えました、さっきまでね。2回ぐらい僕やったんですけど、見えました、完全に。新キャラが入ってましたね。行こう。よし、ここでまず見せる。ドイッシュー、トイトイ。あれ、ちょっとね、まあこっから、いや、いつもと違う匂いが僕はしてます。ただ今日の V はいつもより V やな。V ではないけど、全然。いやいや、ほら、丸やから。いや、でもさ、これが V やみたいな。チャック V みたいな。こっちの細い V やな。ほら、ほんま、すごい V 決めてくるな、ほんまに。まあ、V の男なんでね。ビクトリーム？ビクトリーム。ビクトリームだけど、ビクトリーやから、勝利！ビクトリームってどういう意味ですか？まあ、ビクトリーの過去形みたいなもんやな。まあ、置いとこも。よっしゃ、来た！いや、来い！え、どこ？え、誰これ？え、これ誰？あ、新キャラやろ、これ。違うの、新キャラ。ドワーフや、これ多分。ユンディーネとサラマンのドワーフや。誰？よっしゃ！来たんじゃん。ノーム、先はノーム。来い！え、え？新キャラ？え？え？こいつのあれか、新キャラ当たりやつが。シルフェ。え、こんなかっこいいのね、あれや、星4な。星4。シルフェ。マジで？頼むぞ！え、2回は割れるんか、ほんと。やめろ！やめろって！おっしゃ！はめろ！え？星5で。はめろって。いや、違う、そうなんじゃない。これは、うわぁねえ、もうこの。タバルトミみたいなもんやん。タバイバイ、やめてくれ。割れたら、うわぁ来た、割れたら、よし、うわぁ、ビーナス。こいつまだっけ、俺引いてなかった。ビーナスネオ、ビーナス、やめてくれ。パーハーメルン、ゴジャー多いな。こいつもう待ったっけ、星が出た。でもメルン、この構え、ハーメルンの。なんでこいつすげえ吹いたの。なんでこいつこけへんだろうな、この構えで。きついな。マイケル・ジャクソンの楽バージョンになってもらうな、こいつ。うわ、星4のオンパレードか。うわー、ハーメルンか。ハーメルンです、納得できんよ、俺ほんまに。新キャラはね、ちょっと狙いたいんで。まだ行くし、もう行こうぜ。これ前、僕ね、前回なんかね、突っ込みすぎて、終わったパターンで言われたんですけど、もう突っ込みます。いや、こういう時こそ突っ込まなか。全然ぶち込まないぞ、ぶち込まない。いや、違うで。勝利の体が、ビクトリー。 V V の字、こっから、こっからもう V の字。 V V っと。いや、これはね、V がさっき描いたんだよね。 V 引き、 V 引きやな、ビクトリー引き。誰が来る、ガチャで、 V ガチャ、ガチャ V、 ガチャ V。 おっしゃ、来たやろこれ。来た来い。おっ、うわ、ヘラクレス。なんでやねん、ほんま。かぶりかぶっとんねん。だからこれ誰も持ってんかった。俺喜んどったんや、普通に喜ばしてくれ。俺を喜びを提供してくれ。喜びを提供。まあ、ヘラクレスも弱くはないけどな。いや、強いやろこれだって。ええと思うけど、まあ、俺持っとうからな、ヘラクレス。これどうするかですね。
いやでも星5一応引いとうからね2体、うん、これはちょっともう、まあ俺はでもそれだけな、まあでもまあいいか、俺と名人それでいいか、じゃあ無理やって、まあまあ、まだ分かれへんから、理想は1人1体、うん、違う、もう1回行きたいと思います、うん、もうね、えこれすげえ、えウンディネの友情コンボ氷塊メテオらしいで、なんなんそれ、やばっ、やばない、メテオが友情コンボやで、え一撃しかも2万、ほら氷塊マジで、貫通&ゲージアンチダメージのアンチワープのダブルゲージで、ダブルゲージ、ダブルゲージとかダブルアビリティ持ちで、これ欲しいな、えこれ絶対強いやろ、ストライクショットも結構なやばいやろこれ、いたろ、おいおいウンディーンやばいやん、じゃあスコンだろ、欲しいウンディーン、やだーやだーやだーやばなーさっきもそこ V 字にしようかな、こうやっていやしとったよ、ほらこうやってこうやろ、 V 字やもっともっと V 字にしようかな、いやこれ、これ V 字じゃない、これが V 字やで、ほら俺のほら、ここの、ここの角度と一緒やから、いやそこにしていや、でも V 字になってからね、こうやってそんな見えいや、見えるのまでもやっとかな、ダメっすね、サボったから、これでサボっと、ほんまにもう確定やから、間違いなく、いや、分からへんっすよ、まだ来たで、分からへんっすよ、鼻にも V 差し込んだらいいんちゃう、なんで鼻に V 差し込むのファイヤーハーメルとかあるっすよ、いや、ないやろ、確定で、いや、絶対ない俺、ウンディネめっちゃ欲しいわ、絶対、サラマンダで欲しいよ、俺、サラマンダ欲しい、サラマンの、サラマン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 ダや、サラマンダや、これやサラマンダや、めっちゃかっこいいやん、こいつめっちゃかっこいいやん、見てください、これうわっ、やばった来た、よっしゃ、またファイヤー、うわぁ、これウンディネちゃん、ウンディネやっしゃやっしゃやっしゃーい、ほんじゃあと1体よし、全部え、行くんじゃん、ケットし来い、ケットし来い、ケットしなんで、やばいやん、やばい、ここで見せました、見せた、よっしゃ全員妖精族やん、これあ、だからこれあれやん、ワクワクに全員食わした妖精パーティー作れるやん、ええやん、アンチアップ、こいつ強いやろ、氷塊って今までのウップを晴らすかのような威力強いな、4発の氷塊ランダムでいく攻撃、あ、絶対当たるやん、じゃあしかも4発ってことは強いやん、進化させたらなんか威力が2万になるらしいんですよ、1発、はい、ちょっと進化、進化見よう、進化見よう、8万絶対当たるやん、じゃあ16万、12万っすね、え6発なんで、めっちゃかっこいいな、これやばいな、これが強いの？タイマーを M。ほう。ホーリーフレーム。え？あ、ランダ系なんや。こっちの方がいいんちゃう？タイマーを M。あ、どっちも一緒か。一緒やで、これ。こいつあんま強そうに見えんな。ランダ系やったら。いや、でも強いんじゃない、こいつ。こっちやな、名人。分からへんやん、まだ。俺、ウィンディレイの方が A っぽいけどな、イメージ。あ、ちゃう、アンチワープなんや、こいつ。あ、でも。ダメージオール持っとうかな、こいつだって。ダイヤモンドダスト。あー、三段無敵状態。え、これいいやん。仲間全員。え、しかも貫通やろ。え、じゃあこれあれやん、言うたらもう剣士みたいなもんやん、ハンダメか、簡単に言うたらどっちがいいやんな、これ、え、しかも剣士より優秀なんだよ、3ターンダメージオールアップで、ボス倒してからも次持ち越しやん、3ターン3ターン無敵、いや、えこいつだって剣士やったらボスにやるから倒してもたら簡単にダメージオールやもんな、え、よくないこれ、普通に貫通持ちやからさ、これがあれやん、友情コンボ、友情コンボやばいやつですね、これ氷塊絶対こっちやろ、ほらワンワイレットやばいやな、でも EL とこれもやばい、エナジーサークル、しかも EL の威力3万4000くらいだったからマジで、うん、え、こいつら評価なんぼなんやな、評価気になってきたし、もう絶対強いやろこれ、いや強いやろこれ、マジで評価結構引いたけどな、今回評価は明治見れる、なんぼなんこれ、ちなみに今俺ちょっとあれやわ、あのウィキペディア展示記念で見調べたから、なんでやねん、ちょっとサラマンダー、え進化7.5点、仮、でも仮ですからね、まあ神側の方はまだ出てないですけど、なんか 7.5 点、やばいやろ、もう一人ウンディーネが9点ぐらい欲しいやんけど、俺、あ、ウンディーネはこうですね、うわ9点ある、でも仮なんでまだ分からへんな、そうっすね、まあ、9点やな、仮って感じ、進化後あかんってことやろ、こいつはサラマンダーに関してはあかんのっすよね、 7.5 はあかんやろ、さすがに絶対、あれ、9点にならへんやろなんなん、爆発、え、こいつめっちゃかっこいいのにな、感じたい、魔王キラー M バランス型、でも普通に考え、どうなるの、まあ、もうええわ、俺もう新キャラやもん、重力バリア、魔王キラー誰に使えるんこれ、フレーム、いや、わからん、フレームって髪型出てない今、とりあえずね、でも僕は新キャラ、まあ、ウンディーネ強そうやな、150個使ったんですけどね、オーブは30連か30連で星5はハーメン、ハーメルン、ヘラクレス、
サラマンダー4体やからまあええ方じゃん。ウンディーンええらしいね、やっぱこれ。嘘、150こいつええらしいです。よっしゃ来た、一人でもええやつが来てたら僕よかったんでね。でまた水と、ナポレオンに引き続き水です。ただウンディーネ、使えそうなんで、もう別に使えなくても僕はもう新キャラっていうだけで嬉しいんですよ。もう目的としては新キャラ引くっていうことだったんでね。もうちょっと久しぶりの、勝利だったんで、今日はまた帰ってから一杯飲もうかなと思います。お酒はね、え、何飲む、何飲もうかな、バーボンでも飲もうかな。バーボンバーボンバーボンで飲んだろうかな思って。バーボンなんか、バーボンなんかあれやろ、どうせ高いやつやろ、高いやつやろ、バーボンテキーラとか飲んどったらいいんちゃうんすか、無難に。テキーラ飲んでおこうかな、またとりあえずね。お前でもなんか、見た目なんか芋焼酎みたいな顔しとる一番向いとる、あの、さっきから芋焼酎、芋焼酎全然飲まへんやな、俺。いや、芋焼酎焼酎とかあんま飲まへんからな。いや、焼肉焼いたらいつも千枚みたいな頼みそうやな。頼まへんやんけ、知っとやんけ一回も頼んだんだ、千枚は。というわけでね、まあ、サラマンダーとこのウンディーネ、しかもウンディーネの氷見たら敵眠るらしいで。え、追加効果で、うわ強すぎねえ。めっちゃ強い、それほんまやったら。ほんまだろ、もう10点しょ、10点いくやろ、だってそれやったら。だってもストライクショットマイターン打てる、眠りは麻痺より強いって書いてもな、ストライクショットマイターン打てるみたいな感じですよ。え、敵のカウントダウンがリセットされるらしい。だからうわ一旦やったらそれが3ターン、3ターンが戻るらしい。来ましたね。敵攻撃できないじゃないですか。そうやで、まあその確率によるけどみたいな感じだよ、それは。しかもそれ6発打てないね、優勝も当てるだけで。じゃあウィンディーネ3体で固めたりそれでも絶対16発でやばい、優勝コンビだから最強キャラ入ってくるやつなんじゃあ、もしかしてウィンディーネ、ウィンディーネやばない、8発やから、まさかやな、発か、なんか俺ケットシーがやばいかな思うんだけど、え、こいつやばいんじゃん、めっちゃウィンディーネが、もうやばい、どうする、こいつもやばいやろ、こいつよ、何がケットシーや、まあこいつも強そうやな、おかしいやん、こいつだってSS スタンス減らせるわけやろ。ウンディーネのメテオ、これ強っぽいな雰囲気。あ、でもマヤさんがこんだけ引いてしまうとなんか引く気なくて、引ける気がせんくなってきた。なんでやねんあと1体ケットシーでもコンプリートするんでね、まあ、2人のどちらかに、ケットシーをまず会ってもらいたいなと思います。ウンディーネえな、これこいつ。でもしかもアンチダメージ取るとアンチワープ持っとうから、もう結構どこでも連れていけるんじゃん。そうやな、こいつ別に動けんかでも友情コンボだけで価値あるもんな、連れていく。ああ確かに、普通に16番じゃなくても別に。いやーちょっと久しぶりに当たりキャラと言われるやつ引いてもらっちゃうかな、これは。嬉しかったねほんまなんかめっちゃ、いやーモンストでね、ようやくね僕がほんまに活躍できる日が来ました。なんかいつもなんか寺門ジモンみたいなポジションだったけどやっとようやくまともにいって、なんで寺門ジモンやん、寺門ジモンに失礼やろ、もうそれジモンさんには。あせーの、まあね、とりあえず引けたんで、まあ次決定し、まあ、ヒゴさんみたいなポジション。ヒゴさん？ヒゴさん、ダジョウ。ヒゴさん、リーダーやろ。ええ感じやな、ほんまに。全然ええ感じじゃ思わへんけど。ヒゴさんの娘みたいなポジション。ヒゴさんの娘は結構綺麗やろ。確か。終わるか。終わりましょうかな。まあじゃあ次、2人に、また引いて、ケットしよう。引いてもらいたいなと思います。シーケットイエーイ。じゃあ今回は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。